ええ、この二人が結ばれるとは思わなかったわ。なんだ霊夢、ドラマでも見てるのか？あ、マリサ、違うわよ、友達コレクションよ。ミーたちの恋愛模様とか眺めてるだけで面白いのよねー。あともこれか、芸能人とかに似せて作るの流行ったよな。久しぶりに 3DS を引っ張り出したら懐かしくなっちゃってね。スイッチで新作を待ってるんだけど一向に出ないのよねー。それもそのはずで、ともこれはとある事情からシリーズが10年以上止まってるんだ。え？あんなに人気だったのに？どうしてよ？それじゃあ今回は、トモコレの新作が止まってる理由について解説していくぜ。友達コレクション。まずはトモコレがどんなゲームなのかを紹介するぜ。友達コレクション通称トモコレは、2009年6月18日に任天堂から発売された、任天堂 DS 用ソフトだぜ。2013年4月18日には続編として、友達コレクション新生活が任天堂 3DS で発売。新生活の方は、基本的な遊び方は前作をベースにし、前作の問題点の多くが改善されて、遊びの幅も格段に広がった正統進化版なんだぜ。なのでこの解説では基本的に新生活の方で解説していくぜ。ミーを使ったゲームだったわよね。そうだぜ。ゲームを始めるとプレイヤーは最初に島をプレゼントされる。その島の住人をミーとしてプレイヤーが自由にデザインできるんだ。見た目から体型から声色性格に至るまで思いのままだぜ。タイトル通りの友達から芸能人までやろうと思えば何でも作れちゃうのよね。そうして住まわせたミーたちは自分の意思で自由に生活を始めるんだ。住人同士でコミュニケーションも行って、男女であれば時に恋愛にまで発展するんだぜ。このゲームの目玉イベントよね。知り合いが某有名人と恋愛に発展しちゃったから、結末が気になって仕方なかったわ。その辺のカオス感もこのゲームの醍醐味だな。そんな具合に住人たちが島で送る生活とか、人間関係を築いていく様子を観察することが基本的な楽しみ方になるぜ。友達コレクション。次にトモコレの絶頂期について解説するぜ。このゲームには他のゲームのような明確なエンディングってものがなくて、あくまでも島内の様子を観察するという他にあまりないタイプのゲームなんだ。なので最初はどう遊べばいいの？と面白さがうまく伝わらなくて、初週売上も10万本程度とまずまずだったんだ。決め手になったのはやっぱりミーかしら？その可能性は考えられるぜ。島の住人となるミーはプレイヤーの個性が特に強く出るところで、家族や知り合いに似せて作るのはもちろん、有名人や二次元キャラを作って住まわせたり、性格、服装、口癖、インテリアと個性を演出する方法も豊富に用意されている。島内で起きるイベントもいい意味でバカバカしいものが多くて、それに対する住人の反応を眺めているだけで楽しいという、他にないユニークなゲーム体験が幅広い層に好評を博したんだ。CM ではいろんな芸能人が出演して芸人さんとか作って遊んでたわねー。そんなわけで、初代は初週こそ10万本程度の売り上げに止まったものの、次第にその魅力が広まるとじわ売れして、発売3ヶ月後にはミリオンセラーを達成。さらに翌年3月28日には300万本を売り上げる大ヒットタイトルとなり、任天堂 DS の代表的なソフトの一つになったんだぜ。初代の時点で大ヒットしてたのね。初代の発売から約4年後、2013年4月18日には直接の続編である、友達コレクション新生活が次世代機の 3DS で発売、友達コレクションダイレクトと題した単独のダイレクトが放送されたり、友達コレクション新生活パックとして、数量限定パックが同時発売されたほか、国内で発売された1年後にはシリーズ初の海外展開も始まったんだ。会社としてももうプッシュしていたのね。それで肝心のゲーム内容はどうだったかというと、前作で見られた問題点の多くが改善されたほか、既存の要素を大きく拡張、3DS の機能を活かした新システムも盛り込まれた正統進化版として好評を博し、2023年9月末時点で国内売上は223万本、世界売上はなんと672万本を記録、3DS の主要販売実績に名を連ねるモンスタータイトルに成長したんだぜ。順風満帆ね、初動だけ低くて後から上がるってのもいいわね。そうだな、この頃がまさにシリーズの絶頂期と言えるぜ。以上トモコレの絶頂期について解説したぜ。友達コレクション新生活。次にトモコレの衰退期、シリーズ展開が止まってる理由について解説するぜ。絶好調の新規 IP として展開を始めたトモコレだったが、2013年の新生活を最後に、直接の続編が発表されていないんだ。ここまで聞くと悪いところないじゃない、何が問題だったのよ。理由はいろいろ考えられるのでここから一つずつ解説していくぜ。友達コレクション新生活。トモコレの続編が出ない理由としてよく取り沙汰されるのが LGBT 問題だぜ。何それ？日本で新生活が発売されてから約1年後の2014年4月、海外での販売が開始される頃にゲームのある仕様が物議を醸した。それは本シリーズにおいて同性同士の住人は結婚に発展しないことだぜ。あ、LGBT ってそういうことね。世界の一部の国や地域、特に欧米では同性婚を認めている国が多く存在する。それらの国で販売されるにあたり同性婚ができないという点が疑問視されて、同性婚ができるようにシステムを変更してほしいと、
様々な団体を巻き込んで任天堂へ直接陳情が向かう騒動へと発展したんだ。海外展開の影響ってわけね。この問題はアメリカのアリゾナ州に住むタイマリーニさんという方が、SNS を通じて任天堂に改善を求める運動を立ち上げたことから始まる。マリーニさんは同性愛者で、実生活でのパートナーは男性なのに、ゲーム内では女性としか恋愛できないことに疑問を持って次のように訴えたんだ。ゲイの自分にとってはとても悲しかった。人間関係をテーマにしたゲームなのに、フィアンセのミーとの結婚がしたくてもできず、現状それをしようと思ったら自分かパートナーの性別を変更する必要がある。このゲームは本当に素晴らしい作品だ。だからこそ皆が楽しめるものであってほしいと。この騒動はハッシュタグ、ミークオリティを通して広まり、タイムや CNN といったメディアでも取り上げられる騒ぎになった。大事になってきたわね。そもそもこの問題が起きた端緒として二つの要因がある。一つは日本のプレイヤーが男女のカップルの服装をアレンジして、一見すると男性同士のカップルに見える画像をネット上に投稿していたこと。もう一つは専用の引っ越しソフトを使って、前作で作ったミーを新生活へ送ると、キャラの人間関係がおかしくなって、同性同士で結婚、出産したりしたことだ。後者は単なるバグで現在はパッチで修正済みなんだが、任天堂は同性のカップルを排除したと批判が高まる事態になってしまったんだ。そういう画像をネットで見て誤解が生じちゃったわけね。収まる様子のない騒動に、ついに任天堂が2014年5月7日に声明を出した。いわく、私たちは本作の中でどのような形での社会的主張をすることも意図しておらず、ゲーム内における人間関係はあくまでも風変わりな別の世界のものであり、現実をシミュレートするものではないと。つまり任天堂としてはともこれはあくまでゲームであり、社会的なメッセージを出す場としては考えていないということから、オプションの追加やシステムの変更は拒否され、陳情は事実上退けられたんだ。まあ自分のところのゲームが、例えば選挙に使われたりしたら困るわよね。マリーニさんの言うことも理解できるけど任天堂の主張も妥当なところよね。だがこれで事態は収まるどころか、ますます加熱していくことになるんだ。あららそうなの？すでにこの問題は個人の域を超えて、関連団体まで動く騒ぎになっていて、LGBT 関係のメディアモニタリングを行うアメリカの非政府組織、ゲングラードが次のメッセージを出した。プレイヤーの関係性のオプションを制限することは、そこに含まれない多くの人を傷つけるだけでなく、任天堂自身を時代に逆行させるものである。同種のシミュレーション、ザ・シムズが誰とでも結婚を可能としてから10年以上、多くの主流のゲームが彼らの選択に続いた、任天堂もそうするべきだと。大変な騒ぎになってきてるわね。どう決着つけたものやら。事態を重く見た任天堂は2日後に声明を取り消し、改めて次の声明を出した。私たちの理解が欠けていたために多くの人々を失望させたことをお詫びする。今回は残念ながらゲームのデザインを変更することは不可能だが、もし次回作を制作する場合には全てのプレイヤーに対して包括的で、より良い表現となるよう徹底的にゲームをデザインすると、この声明が出たことで騒動はひとまず収束したんだぜ。最終的には任天堂が折れたけど、今回は現状維持でお茶を濁したって感じなのね。後続編の可能性に言及してるのね。そうだな、でも簡単じゃないと思うぜ。トモコレの恋愛イベントってこのゲームの目玉要素の一つで、その発生条件には男と女という性別の違いをとても重視しているんだ。だから任天堂の声明にもあるように、同性婚を可能にすると、住民の行動パターンを一から作り直すことになり、ゲーム性が一変する恐れがあるんだ。ああ、なんか想像できるわね。そんなつもりがなくても、性別に関係なく住民誰しもが恋愛を始めてしまうわけね。加えて新生活だとカップルに子供が生まれるというのもある。現実だと養子をもらったりして子供を持つ同性カップルはいるけども、ともこれでは明確に血のつながりがあって両親の特徴を受け継いで生まれてくるから、そう安易な解決はできない非常にセンシティブな問題になっているんだ。血のつながりがあってもなくても揉めそうね。それに子供って新生活の目玉要素じゃなかった？その通りだぜ。新生活では生まれた子供が独り立ちすると、3DS のすれ違い通信を使って他の 3DS を渡り歩くシステムがある。旅立った子供からは時々写真が送られてきたり、あるいは少しの間戻ってきたりと、親心を刺激する味わい深いゲーム性になっているんだ。これをもし子供が生まれないようにすると、せっかくの目玉が丸々なくなってしまうんだ。そんな大掛かりな変更となると、確かにアップデートでは対処しきれないわね。その通りだぜ。お詫びの声明が出た時にはすでに発売が翌月に迫っていたというのもあるが、すでに日本では1年前に発売されていて、ベースになっているのも日本版だ。大きな変更があれば当然日本版にも影響を与えるし、ゲーム性を一変させるほどの変更があれば今度は日本で物議を醸しかねないだろう。だから任天堂としては今回は現状維持として、次回作があればニーズを飲むという声明にならざるを得なかったんだと思うぜ。ゲーム性を取るかポリコレを取るかって話かと思ったけど、修正にかかる工数がゲーム一本並みとなると現実的ではないわね。そうだぜ、言うほど簡単な話じゃないってことだな。まとめると、ともこれは同性婚ができないことを海外で問題視され、声明を出してユーザーにお詫びしたが修正は次回作以降に持ち越されたぜ。以上、まずは LGBT 問題説を取り上げたぜ。任天堂の坂本です。
次は、プロデューサーが多忙で開発に関われないんじゃないかって説だ。ともこれのプロデューサーは坂本義雄さんという方で、任天堂企画開発本部の総括として様々なゲームシリーズに関わっているんだ。坂本さんが関与した代表的なシリーズは、メトロイド、メイドインワリオ等だぜ。あ、メトロイド、最近人気あるわよね。新生活が発売された2013年以降も、坂本さんは様々なゲームを開発していて、代表的なところで言うと、リズム天国、ザ・ベストプラスを2015年に、メトロイド・サムス・リターンズを2017年に、ファミコン探偵クラブの移植版と、メトロイド・ドレッドを2021年に発売。常に何かしら関わってるって感じね。それとドレッド、国内でも結構流行ったわよね。ああ、発売半年で世界累計300万本シリーズ最高記録だぜ。さらに言うと同じメトロイドのメトロイドプライムシリーズでは、最新作のメトロイドプライム4、ビヨンドが2025年発売と発表されたばかりで、前作から17年ぶりの新作ということで、特にシリーズ人気の高い海外で反響を呼んだ。特に4は発表からずっと延期が続いたから、ファンは言葉にできなかったと思うぜ。スマブラにも出てる長寿シリーズだし本を仕入れて作ってるってわけね。加えて先日脚本から演出まで坂本さんががっつりと関わっている、ファミコン探偵クラブエミオが、2024年8月29日に発売されると決まった。ファミコン探偵クラブはもともとディスクシステムで展開していたが、さっき少し触れたように近年になってスイッチへの移植が続いているシリーズで、前作がディスクシステム用ゲームだからなんと35年ぶりの完全新作なんだぜ。メトロイド作りながらそっちも作ってるの。17年ぶりと35年ぶり、どっちもビッグタイトルねー。このように中心スタッフの坂本さんがずっと多忙を極めていて開発現場におらず、それが新作が止まっている理由ではないか?と考えることができるんだ。以上がプロデューサー不在説だぜ。次は最新機種への最適化に苦労しているんじゃないかって説だぜ。どういうことよ?最新機種、つまり今だとスイッチになるんだが、ともこれは2つの画面を活かした UI だったり、タッチ操作を使ったミニゲームだったり、さらにはすれ違い通信、いつの間に通信といった、DS と 3DS の機能を活かしたシステムがふんだんに盛り込まれてるシリーズで、スイッチにそのまま移植したり開発するのが簡単ではないと考えられるんだ。Wii U のダウンロード版でも DS のソフトは苦労が感じられたわねー。最新機種で発売するとなればそれに応じたグラフィックの強化や、ボリュームの確保といった新たな課題が出てくる。ゲーム性が近い動物の森の最新作、集まれ動物の森が、前作から約7年後の発売になったのを見ても簡単な話じゃないだろうぜ。集まりの株とかボリュームすごかったもんねー。ともこれがスイッチで出るならそこに期待しない方が無理よね。ああ、ともこれも衣装やインテリアその辺の豊富さが魅力の一つだからな。ユーザーを満足させるようしっかり作り込むのは決して簡単じゃないと思うぜ。以上が最新機種への最適化に難航しているという説だぜ。次は新作にふさわしいアイデアが不足しているんじゃないかという説だぜ。アイデア?なんだか切実ね。これは任天堂あるあるなんだが出せば売れるとわかってるタイトルであっても、顧客を満足させるアイデアが十分でないなら発売を見送る傾向があるんだ。これはかの宮本茂さんがやる、ジャブ台返しとしても知られてるぜ。職人かたぎって感じね。でも今時そんなのあるの?これは任天堂を代表するゲーム、マリオにも現れてるぜ。マリオといえばやはり横スクロール型のスーパーマリオブラザーズ、通称 2D マリオと呼ばれるシリーズだ。シリーズタイトルはいずれも各ハードでトップクラスの売り上げを誇っていて、DS、Wii、3DS、Wii U と各世代で一作は発売される定番作品だ。2012年に Wii U で発売された U から、長らく新作が途絶えていたが2023年、スイッチで11年ぶりの新作としてワンダーが発売されて大いに盛り上がった。2D マリオってそんなに出てなかったの?もしかしてマリオメーカーの影響もあったりするのかしら?その可能性は考えられるぜ。コースを自由に作れて共有もできたりと、多くの需要を一本で満たしていたからな。そんなやり尽くした感のある 2D マリオでもしっかり満足させてくるからさすがだぜ。さらにスイッチで最も売れたソフトである、マリオカート8デラックスですら、移植元の EU 版の発売日が2014年5月29日なので、そこから数えると実20年もの間新作が出ていないことになるんだ。マリカーの新作は音沙汰がないのでこの記録は現在も更新中だぜ。マリオって毎年何かしら出てるイメージだけど、意外と間が空いてるのねー。まあマリオそのものが登場するゲームはコンスタントに発売されてるからな。そういうイメージになるのも無理はないぜ。そんな感じでたとえ大ヒットした作品であっても、10年以上続編が出ないというのは、任天堂作品では実はそれほど珍しくないんだ。前触れもなく急にリターンズしてきたりするものね。ともこれは大ヒットしたとはいえ、基本的なシステムは初代で完成されていて、新生活はそれをより遊びやすく整えたという印象が強いんだ。それだから新作として出すほどのユニークなアイデアが出てきていないのが、新作の発表に結びつかない理由なんじゃないかと考えられるんだぜ。クオリティ優先ってことね。私だったらダッシブルなんてありえないわ。任天堂らしいといえばそうかもだぜ。客としてはいいゲームの方がそりゃ嬉しいしな。そんなところで以上が新作のためのアイデア不足説だぜ。e スポーツクラブ。そもそも、任天堂はともこれをシリーズとして考えてない可能性があるんだ。どういうことよ?
実際続編が出てるじゃない。ともこれは宮本茂さんがかねてから考えていた似顔絵ゲーム、通称こけし構想を実現するゲームの集大成として開発されていて、構想の段階からミーとの結びつきが強いんだ。だから任天堂は、ともこれをともこれというシリーズではなく、ミーというもっと大きな括りのシリーズとして見ている可能性があるんだぜ。ミーって任天堂ゲームに出てくるアバターでしょ？ミーそのものを使ったゲームシリーズなんてのがあるの？もちろんあるぜ。代表的なのはまず、2007年発売の e スポーツだ。この作品は最初のミー対応ソフトにして世界で4番目に売れたソフトであり、2022年にはその流れを組む、スイッチスポーツが発売された。他にもミーの名を冠するミートピアが2016年12月8日に 3DS で、その移植版が2021年5月21日にスイッチで発売されたり、2016年にはミーを使った交流アプリ、ミートモが配信された。ただしミートモは現在配信を終了しているぜ。スマブラではファイターとしても使えるものね。そういうのも含めていくと本当に数えきれないほどあるのね。その通りだぜ。このようにミーを使ったゲームはコンスタントに新作が発表されていて、ともこれとしての新作は出ていなくとも、ミーを使ったゲームシリーズとして見れば現在も順調に継続しているんだ。それだから、任天堂としてはそもそもともこれをシリーズとして継続する考えがなくて、初代のバージョンアップ版である新生活で完成したと考えている可能性があるんだ。以上が任天堂はともこれをもっと大枠で見ているのではという説だぜ。友達コレクション。プレイヤーの意思とは無関係に動き回り、食べたり寝たりと豊かな反応を見せ、他の住人と自由にコミュニケーションを取る、ミーの観察という新規軸を打ち出し、異色の新規タイトルでありながら幅広い層に人気を博し、任天堂の主要販売実績に名を連ねるほどの売り上げを記録した、ともこれシリーズ。10年以上にわたって続編が出ていないことを惜しむ声は多いが、その事情は様々なものが推測され、実のところこれと言えるようなものはない。それはここまでに解説してきた通りだぜ。いろいろ聞いてきたけど可能性としてはどれもまあ納得よね。LGBT 問題で炎上しちゃったりはしたけど、解決できないわけではないだろうしさ。そうだな、同性婚の問題は続編が出ない理由としてよく取り上げられるが、あくまで可能性の一つに過ぎないってことを忘れないでほしいぜ。ポリコレは現代のあらゆるゲームが抱える課題ではあるんだが、任天堂の規模なら解決自体はそう難しくないはずなんだ。ただ一種の任天堂イズムとは言えないことが、続編の開発を難しくしていると言えるかもしれないぜ。職人かたぎって話がそこに繋がるわけね。でも任天堂ってむしろ昔から多様性のあるゲームを作ってきた気がするわ。そうだな、任天堂作品には実のところ異性層キャラも同性愛者キャラもよく見られて、なんなら魚人から超人まで魅力的な異種族キャラは定番ですらある。ゼルダとかは特に顕著よね。中でも2015年に 3DS で発売されたファイアーエムブレムイフでは、キャラクター同士で結婚できるシステムにおいて同性同士を選べることが話題になった。これはその後のシリーズタイトルでも受け継がれているぜ。ともこれの騒ぎが起きてから実際に同性婚を盛り込んだゲームが登場したのね。加えて任天堂は最近多様性に配慮した社内制度を整備している。2022年に公表された任天堂の CSR 情報によると、任天堂はどのような個性を持つ社員であっても気持ちよく働ける職場環境を目指し、2021年3月にパートナーシップ制度を導入。これにより婚姻関係に相当する同性パートナーがいる社員も、社内制度においては婚姻と同等に扱われるようになったほか、性的指向や性自認を本人の了承なく暴露する、アウティング行為も明確に禁止した。さらに悪意のない言動であっても、当事者に大きな精神的苦痛を与える可能性がある、という社長メッセージも出して社員への注意喚起と理解の呼びかけも行ったぜ。任天堂もいろいろやってるのね。この調子ならポリコレ問題は遅かれ早かれって感じがするわね。そうだな、着実に前進しているぜ。そんな感じでポリコレが関わる問題については、任天堂の理念と相容れない点があって簡単に解決できる話じゃないが、会社としては歩み寄りや模索を続けていて、解決の糸口はありそうって感じなんだ。それがさっき言った任天堂の規模ならってことね。同じように最新機種への最適化とかアイデア不足も解決できなくはなさそうよね。そう思うぜ、あつ森という先駆者もいるわけだからな。友達コレクション新生活。じゃあ続編が出ない理由として何が一番大きいのかしら？個人的にはプロデューサーの坂本義雄さんの不在が最も大きいと思うぜ。ともこれの開発の中心は企画開発本部で、坂本さんはその総括もしているんだ。なので坂本さんは中核も中核、坂本さん抜きでの開発はかなり困難だと思うぜ。だがさっきも触れたように坂本さんは現在ものすごく多忙なんだ。メトロイド、ファミタンなどの開発中のゲームでプロデューサーを担っていて、本人がやりたくても手が回らない可能性がある。じゃあやっぱりともこれの続編は厳しいのかしら？いやそんなことはないと思うぜ。坂本さんが忙しいから開発できないってことは、逆に言えば現在の開発が一段落して、坂本さんが次の企画を考える段階になれば新作の話が立ち上がるかもしれないぜ。それはなんとも夢のある話ね。ああ、なので新作を待ちわびるユーザーはそこに期待するのもいいと思うぜ。
友達コレクション。ということで今回は、トモコレの続編が出ない理由を解説したぜ。いろいろ理由を紹介してきたわけだが、霊夢どうだった？最初は同性婚の件かなと思ったけど、こうして見るといろいろ事情が深いわね。線としてはどれもありうるからどれを信じていいかわからないわ。公式で発表されていない以上それでいいんだぜ。その方がもっと別の可能性を想像できるだろ。続編ってことよね。出たら嬉しいわよね。今年でシリーズ15周年だし、何か動きがあることに期待したいよな。というところでそろそろ解説をお開きにするぜ。みんなもトモコレの思い出や意見があったらコメント欄で教えてくれよな。それじゃあまた次の動画で会おうぜ。またねー。